コルネリス・ファン・ハールレムは、ハールレム出身の画家。ハールレムのマニエリスム派の主要なメンバーであり、バルトロメウス・スプランヘルの影響を多大に受けた画家である。スプランヘルの素描は、カレル・バン・マンデルによって1585年に、ハールレムにもたらされ、その地の画家たちに影響を与えた。ファン・ハールレムは主に肖像画や神話画、宗教画を描いた。当初は、 サイズの大きな作品で、イタリア風の解剖学的に不自然な、ねじれた、打体像を描いていたが、後には、オランダの伝統的な写実へと作風が変わっていった。裕福な家庭に生まれるが、ファンハールレムの両親は1568年に80年戦争の影響した、スペイン軍を避けて、ハールレムから移動した。しかしファンハールレムは、ハールレムに残り、 画家のピーテル・ピーテルス・ゾーン・アール・ゼンに育てられ、その下で修行した。後に、ルーアンやアントワープでも学んだ。ファン・ハールレムは、死でも知られた人物となり、1583年に、ハールレム氏から依頼を受けて、市民軍の集団肖像画を描いた。後に彼は、死の画家として死から、多くの依頼を受けた。カレル・バン・マンベルとバルトロメウス・スプランヘルトと共に、 ファンハールレムは、ハールレムアカデミーを設立した。これは、おそらく非公式のグループで、集まって、ヌードデッサンをしたり、作品について、意見を交わすものだったと思われる。また、その死のセール化組合を再組織する点でも重要な、役割を果たした。ファンハールレムの弟子コルネリス・クラース・ゾーンヘダがいるが、この人物は、インドのビジャープルのスルタンの下で活躍し、 ファンハールレムの作風をインドに伝えた。ファンハールレムは1603年より前に、ハールレム市長の娘マリトゲン・リンツェ・セドゥーター・デメンと結婚した。1605年には、義理の父親の財産の1、3を相続している。1631年もしくは32年には、孫のコルネリス・ベイハが生まれており、彼も、また画家となりアン・ステーンなどに影響を与えた。 ありがとうございます。